どうも、MA です。サブちゃんです。今日はですね、今ね、さっきお正月一発目でプラムさんでフィギュアの福袋を買ったんですね。はい。ということで、私今秋葉原にいるんですけれども、せっかくお正月なので、お正月の秋葉原をあのね、皆さんにもお見せできたらいいなと思って、今ちょっとカメラ回してます。元旦だもんね。そうなんです、元旦です。まさに2022年の1月1日です。そうだね。やっぱりお正月の秋葉原、なかなかこう行けないって方もきっと多いと思うんですよ。例えば実家帰ってるとか、地元がいわゆるね、その地方だったりする方って秋葉に一発目から行けないと思うので、秋葉のこの福袋的なものだったりとか、どんな感じになってるのかっていうのを見せればいいかなと思ってちょっと回してます。で、実は私も初めてなんですよ、お正月秋葉原って。で、今ね、ラジカンの、早速ラジカンさんの前なんだけどね、あのね、こんな感じになってます。秋葉原ラジオ会館駅前のとこなんだけれども、こういう感じで、じゃじゃん、福袋がね、ずらーりずらーり。なんかさ、ラインナップがあっちに見て、そう、ちょっとそれ見せますね。ラインナップなんだけど、こんな感じです。はい、こういう感じで、私さっき、あれ、ワンチャンありかなと思ってたの、これあれ、終わっちゃった。これがね、終わっちゃった。いや、プライスじゃない。プライスじゃないフィギュアが1万5000円、3万円も入ってます。あとこういう感じで。人多いよ。こんな感じ。っていう感じがラジオ会館。1回です。ちなみについさっきはあのプラムさんに行った後にことぶき屋さんも行ったんですよ。そしたらね、もうね、人がね、もうブワーって並んでて、並んでるというか、開店前にみんな並んでて、で、開店と同時にもうブワーって人入っていってさ、もう並んでるっていうよりはあれ、集まってるっていう表現が正しいかもな。そうだね、集まってる。要はなんか順番に整列してるとかじゃなくて。で、行ったんだけど、あのね、フィギュアの福袋はやっぱりありませんでしたね。ことぶき屋さんのフィギュア私すごい好きだから、もしあったらね、ワンチャン買おうかなと思ってたんだけれども、ことぶき屋さんの福袋はありませんでしたね。そうだね、うん、だからさ、今ねバラバラ歩いてるんだけど、他にどんなやつがあるかなっていうところでさ、やっぱり秋葉だからフィギュア系以外にも福袋はあるのよ。要はプラモデルだったりとか、あと電化製品よ、なんといっても秋葉といえば。マサさんは電化製品すごい好きなんだもんね。電化製品じゃなくてパソコンのパーツとかがね、俺は好きだけど。パソコンパーツ、パソコンオタクやん。パソコンオタクってやつやん。ゲームするからね。ああ、そう、なんかゲームする系の人って、なんか自作でパソコン作る人もいるよね。結構多いのかな、今の時代は。ここは、ね、ラムタラさん。ラムタラさん、秋葉原って。ここは1万円の福袋とか、あとはなんか雑貨系の福袋があったね。あ、あったあった。そうそう、さっき見たんだけどね、そんな感じだった。1万円の福袋だから、なんだろう、プライズ系のフィギュアが入ってる。そうな。やっぱ福袋ってさ、中がわからないから本当楽しいよね。そうだね。で、聞いてほしい、私福袋っていうもの自体を買うのがもうマジで十何年ぶりとかなんですよ。どう皆さん、私洋服の福袋とかもマジで買わない人で、だからさ、こういうなんか YouTube の活動し始めてやっと、うん、なんかね、こう買うようになったというか。いや、本当にそう、うん、だからさ、もうさ、今の私はさ、やっぱりフィギュアが欲しい人なのでフィギュアの福袋欲しいっしょっていうところでよ、もうなんか真っ先に来ましたよ、秋葉原にまたね、今歩いてるから、またなんかいいのあったらまたカメラ回しますね。今ね、めっちゃやりたかったガチャガチャ見つけたから、ちょっとそれも今日ね、ついでにやっちゃう。ガチャガチャのやつはまた別の動画にします。はい、今ねガチャガチャを回しました。あ、これサムちゃんにしちゃおうっていう感じで回させてもらいました。やったやった、ガチャ、あれどこ行った。あ、これじゃんじゃーん、これをやりました。すごいやりたかったのね。やっぱガチャガチャはさ、もういろいろあるから楽しいんだよね、秋葉はね。私もだんだんね、ガチャガチャの向き合い方がちょっとずつ上手くなってきたのでね。上手くなってきた、はい、向き合い方が。うん、そう、上手くなってきたと思う。じゃあまた他の店もちょっとウィンドウショッピングしてみます。今ね、フォロワーさんにね声をかけてもらいました。ねえ、みんなさ
やっぱ来てるんだね、秋葉原ね。そうだね、うん、近い人がね、結構来てるかもしれないね。やっぱりね、秋葉原来れる距離の人はやっぱりね、来ちゃうよねまあ僕でも今日カナダの方からちょっと来たんですけど。やばガチ勢やななんかね、そうこうしてるうちにもうお昼になったので、ちょっと秋葉でご飯を食べたいと思います。秋葉グルメはね、毎回何食べるか悩んでるんですね。何にも決めきらないときは私はもうラーメンが多いです、秋葉はあとケバブ丼とかも私は食べます。今日何を食べるかまだ分かりませんじゃ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 ん。今日のね、昼ご飯はハムカツ定食にしました。美味しそう。いただきます。今時刻は夕方です。ちょっとね、一言だけ謝らせてください。あのね、あのお正月動画でね、今こうずっと見ていただいたと思うんだけれども、思ったよりもさ、福袋のさ、何状況っていうのかな、あのお正月の秋葉原を結構見せてくねって言って今撮ってたんだけど、ちょっと少なかったですよねあのね、実はね、別に言い訳するわけじゃないんだけど、まあ、正直に言うとね、あの後こう、まあ、本当にあったら回そうかなって思ってたんだけど、意外とさ、あのやっぱりお正月で本当にね、あの何みんなね、人が多かったんですよ、すごく、うん、でさ、ちょっと回そうかなみたいな風に思ったところも、ちょっとこう回しづらかったりとかしたから、あのちょっと迷惑になるともあれだからね、だからね、ちょっと撮らなかったとこも結構あってさ、だからね、ちょっとあんまり見せれなかったかもしれない。もしさ、もっと見たかったよっていう方がいたらね、ちょっとごめんなさいねまあでも、ちょっとお正月の秋葉原の雰囲気、まあ、少しでもね、伝えられたかなとはまあ思うのでね、まあ、なんとなくこんな感じなのかなみたいな感じで、行けなかった人にちょっとでもね、雰囲気が伝わってくれてたら嬉しいです。うんうん。でも私自身ね、本当にね、まあ最初も言ったと思うんだけど、まあ多分言ってたと思うんだけど、お正月の秋葉原行くの本当初めてだったからね、マジで楽しかったですよ。やっぱりなんだろう、福袋でさ、本当に朝から並んでたから、まあ、正直体力はすごく使ったんだけれども、だけどね、まあ、行った回はあったなって思ってる。本当に良かった。ちゃんとお目当てのものもゲットできましたしね。うんうん。だから皆さんもね、もしね、迷ってる方がいたらね、またね、来年ね、ぜひ行ってみてくださいよ。はい。今ちょっとさ、なんでダウン着てんのって思われてるかもしれないから、まあ、一応ついでに言っておくと、私ちょっとこの後、あの、買い物に行くので、ちょっと、あの、ダウン着てます。はい。これ撮ってから、着るよって感じかもしれないんだけど、はい、お正月のね、秋葉原の様子をね、ちょっとお届けする動画になりました。またなんかサブチャンでは、あのガチャガチャやったりとか、まあ、フィギュアのね、フィギュアを狙ってガチャガチャとかやったりだったりとか、まあフィギュアとかグッズに関することをね、やっていくので、よかったらチャンネル登録して、また次の動画をね、待っていただいたら嬉しいです。今回みたいに、ちょっと普段あんまりやらないようなこととかもね、あの、やったりとかもするのでね、よかったら楽しみにしてくれたら嬉しいです。今日もね、皆さん見てくれてありがとうございました。いつもコメントとかありがとうございます。私、メインチャンネルではフィギュアの筆塗りをやってますので、よかったらね、メインチャンネル知らない方はぜひ遊びに来てみてください。はい、じゃあ今日のビオリはこんな感じです。じゃあまた次回のビオリでお会いしましょう。みんなバイバイ。